はい、金子義塾チャンネルをご覧の皆様こんにちは、ニューロリハビリテーション研究会ブレイン代表の針谷亮です。金子義塾チャンネルの、脳科学講座を担当させていただくことになりました。私が知っている神経科学の、知見とか情報を、お伝えすることで、ご覧いただいている方々のお役にですね、少しでも立てればと思っておりますので、よろしくお願いします。今回は軽縮のですね、神経機構とリハビリテーションについて少しお話しさせていただければと思います。私が個人的に考えている軽縮の治療のポイントは、使うということです。以前はですね、軽縮がある手足をですね、使うことによって軽縮が悪化してしまうんではないかと思っていたこともあったんですけれども、2006年のロイスさんっていう人たちが研究した成果によると、軽縮がある人に、筋力増強運動をしていただいても、軽縮が悪化することはなかったというような報告が、されています。また、2005年の、デトマーさんたちの研究によると、CI 療法をすることによって軽縮が改善しているという報告もあります。このように介入の研究によってその使うということが軽縮に効果があるっていうふうに示されているのと同時に、神経機構から考えてもその使うということが大事なのではないかなと思われます。ここに筋肉を支配するアルファ運動ニューロンがあります。で、この先には筋肉があって、で筋肉の中には筋房水があります。筋房水から 1A 神経繊維が伸びてきて、はアルファ運動ニューロンにシナプスする。これが反射球で、身長反射をする、回路ですけれども、軽縮の患者さんがどうなっているかといいますと、この 1A 神経繊維に発芽が生じてですね、アルファ運動ニューロンを非常に興奮させやすい状況になっていると言われています。ですのでアルファ運動ニューロンが常に興奮しているので、筋肉が常に収縮している状態になって、臨床で見た時の軽縮になっていると考えられます。でこれはなぜ起きるのかということなんですけれども、2012年の研究でですね、皮質脊髄路、髄運動を司る皮質脊髄路がありますが、これを切断した10日後にこういう現象が起きたっていうのが、観察されています。ですので、軽縮が起こっている以前にそういう、大脳から脊髄につながってくる、皮質脊髄路の損傷があるだろうと考えられます。ですので、軽縮を治していくっていうことを考えると、やっぱりここの、皮質脊髄路とアルファ運動ニューロンをしっかりつなげていくっていうことが大事だと思われます。ですので、こういうところから考えても、手足を使って皮質脊髄路を興奮させていくというのは、軽縮を治療するために重要な、要素の一つではないかと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。